ヤクルトが5位の理由、投手陣崩壊じゃなかった。こちらすでに貼られた画像、総失点は前年とあまり変わりません。もともと高津の中継ぎ運用で勝ってきたから、2年分疲労がたまれば運用のしようもない。先発だけはそんな変わってないのは本当、勝ちパターンリリーフは死ぬほど勝敗違う。ヤクルトが5位の理由、チュニドラ様がいるから5位なんやぞ。村上とか塩見って神宮ではかなり打つけど、ビジター球場だと凡人レベルなんだけど、2017年までのアストロズみたいにフォームで不正してんの？村上と塩見と山田の合わせた方が確か去年の村上の半分以下とかやろ。そりゃ無理やわ。村上はメジャーでは活躍できないよ。メジャーリーグは今年からピッチクロック導入したから。山田と村上が打たなくて塩見が行方不明やったからや。2年間全く気づかず何ら対策すらしなかったセゴ球団が間抜けなだけとも言える。今年ヤクルトの打者全員成績落としてるしな。今年からサイン盗みやめたんか。打線が一番ひどかったが、いじんないないとどうなってたことか。打てないし接戦落としすぎやわ。ご視聴ありがとうございました。